ハンスク・ナイフェル、ハンスク・ナイフェルはドイツの小説家、SF 作家、グライビッツ生まれ、オーバー・バイエルン地方に住したの地下肢職人を目指したが、1962年に高校卒業資格を取得し、1967年から小学校の教師となる。SF に関心を持つきっかけとなったのが、1950年のアメリカ映画、ガツ世界征服であった。 1956年に諸女作星々は呼ぶを出版し、テレビの脚本家などを経て、1968年に大長編スペースオペラ宇宙英雄ペリー・ローダンの執筆人に加わり、囲碁主要執筆者として活躍する。ローダンシリーズの800話までに73編を担当し、第2シリーズとも呼ばれたアトランシリーズでは全850話のうち、 約130編を担当した。また、外伝とも言うべきペリー・ローダン・ポケットブックスにも、数多くの作品を手掛けている。尊敬している作家は、チャールズ・ディケンズ、ジョゼフ・コンラッド、ジョン・スタイン・ベック、ラドヤード・キップリング、アーネスト・ヘミングウェイ、ジャック・ロンドン、ビル・ヘルム・ブッシュ、ハイン・リ・ヒハイネと数が多い。ノーベル文学賞を取りたがっていたが、 本人が、ノーベル文学賞は諦めたと断念している。執筆した作品数は1991年12月時点で600点を超えており、戦後のドイツ SF 界において最多作家である。ありがとうございます。